2回目あったよ、2回目見たかったよ、かったっすよ、でもお会いやがったよ、はい、そんな感じですね、はい、まさかの2回目ですよ、はい、2回目です。自己紹介しましょう。はい、お願いします。日本で一番、うん、バット評価の多い延長系 YouTuber 柴田です。よろしくお願いします。成田ドームです。よろしくお願いします。イエーイ。バブ。バブ。バブ。そして、はい、2010日本レースクイ大賞の南千夏でーす。千夏。いいぞ。千夏。今日これで行くの1時間。すごいよ。すごいもう。行ける。行こう。すごい大きい声が。そしてですね。はい、前回のメンバー。大沢さんがですね、いないですね、もう二度と出たくないとやりすぎたんですよ、この間、柴田さんね。分かんない、分かんない、うん、でも、うん、もう二度と出たくないってことでバックれました、はい、バックれましてですね、今日はその、はい、大沢さんに代わって超誰だろう、VIP な超豪華なゲストが来ております。はい、どうぞ。どうも、VIP にすんごい感じきましたけど、はい、代打 MC を務めさせていただきます、シュリです。よろしくお願いします。シュリー、いいぞシュリー、いいぞ。ちょっと待って、そんなキャラだったんだ。そんなキャラ、もうドームしか止めれないぞ。止めない、超先に、怖いんだけど。どうする今日は。いや、止めるよ今日は。やばそうですね。そうですね、はい、第2回目にして、はい、第2回目にして、うん、もう終了の危機を迎えてるわけなんですけども、はい、ですね、はい、この番組を紹介しましょう、はい、このファンクラス TV とはどんな番組かっていうと、はい、現在 MXTV で生放送中のファンクラス中継を大会直前に徹底的に掘って掘りまくり、視聴者の皆さんにファンクラスをより楽しんでいただく、ファンクラス専門の情報バラエティ番組ですって書いてあるけれども、はい、そんなの一切関係ない。途中から何してるのか分からない。ファンクラスを宣伝しよう、はい、ファンクラスの楽しさをみんなに伝えようという大義名分のもと、めちゃめちゃやっちゃおうという番組です。よく喋れ。イエーイ。なんだろう、すごいハイテンションな人が2人いると、こんな番組って収集つかないんだね。大変、びっくりした。今日はやばいぞ。とりあえずね、今日、このパンクラッシュ TV っていうもの自体は、みんなガヤガヤしようと、そういった番組ね。そう。つまり。そういうこと。わかった。そうだ。それでいい。きっとそう。そう。はい、そんな感じですね。はい。なんかね、コーナーがね、増えたみたいなんですよ。おぉ、第2回にしてコーナーがすごい増えたらしいんで、おー、そのね、コーナーのラインナップをね、紹介していきたいと、はい、思います。お願いします。お願いします。まず一つ目が、うん、パンクラスアンドザザーコーナー。めっちゃ読んでる。パンクラスアンドザザーコーナー。パンクラスアンドザザーコーナーね。前回もあったね。うん、1回目でありましたね。はい、これが要はそのパンクラスの、その親善大使、親善大使のアンバサダーさんがここでなんかこうアピール、PR をして、はい、でなんかその仕事を勝ち取ってもらおうと、すごい、いう名目なんですけども、綺麗なころが必要だというわけね。そうですね、セクハラのコーナーですね。ダメ、セクハラのコーナー、それダメ、それダメ、それ危ないから、ダメダメ、うん、で、2つ目、はい、激闘プレイバック。あ、前回もこれ熱かったですよね、はい、これが、大沢さんのコーナーなんですけども、はい、まあ、今回大沢さんがあれだっていうことで、はい、今回ちょっと趣里さんにお任せしようと思っております。わかりました、はい、そして3つ目、はい、激アツ会場レポート、はい、今回はその南さんに行ってきました、会場リポート、前回大会のね、はい、リポートをしてもらったってことなんで、はい、ちょっとその様子を皆さんに見てもらいます。はい、そして、あれ、そしてまだあったよね、まだあるね。あ、もう一つね。ありますよ。で、もう一つが、はい、これ終わりかな。どっちも読めない。矢部美穂の究極の体に KO っていう、すごいエッチなコーナーがあるんで、皆さんお楽しみにしてください。エッチとか、下心丸出し見るのやめましょう。そういう番組じゃない。違います。もうちょっと健全なる番組でお願いします。MX が要はその地上波だったら、これ完全に深夜番組でしょ。深夜って言うけれども、ね、ちゃんと放映してるから。だったらもうパラダイス TV とかそういう枠なんちゃう。ファンクラス TV。 であとですね、今日はね特別ゲストに、森本龍太郎さんが、来てくださるということで、番組のどこかで登場してくれるそうです。お、そうですね、こんな感じですね、うん、今日もじゃあ頑張っていきましょう。はい、はい、じゃあそんな感じで、はい、行きますよ。行きましょう。あれ行きますよ。あれ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 あ
仕事を勝ち取れパンクラスアンバサダーコーナー。おかしい、さっきのテンションどこ行った。しっかり CM 中にそのまま CM 中に大人のなんかしょうがない、それならしょうがない、はい、うん、はい、このコーナーはですね、はい、パンクラス TV やパンクラスが行うさまざまなイベント、うん、企画などをいろいろな分野で活躍してくれる、さっきの人どこ行った、パンクラスアンバサダーの女性たちが当たられた番組の企画のポジションを自らの持続力で奪い合う新人発掘オーディションコーナーという、ギリ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  OK、はい、真面目だな。そうね、はい、まあ、前回もありました通り、はい、まあ、外見美女から内面美女まで勢ぞろい。内面美女、内面美女それは外見はそうでもない、内面美女外見はそうでもないけど内面は、いやいや何も言ってないから、うん、じゃあどうぞ行きましょう、はい、で今回もですね、はい、1人1分の PR タイムがありまして、はい、PR してもらいます。おおで、なんか中にはその前回のパンクラス大会をなんか見に行った人もいるんだよね、うん、おで、なんかあの見に行った人はぜひなんかそこら辺の感想なんかも PR すると、なんかあの仕事が振られるかもしれない。素敵。それでは早速、はいはい、パンクラスアンバサダーの皆さんに登場してもらいましょう。どうぞ、いいぞいいぞ、かわいいぞかわいいぞ、そういういいぞだったんだね。かわいい。あ、でもしなんか前回いないメンバーが、前回いないメンバーが増えてるよ。新しい方々も、ちょっと新しい方手挙げて。はい、もうほとんどが半数以上がそうなんじゃないですか。ほぼ新しいやないか。みんなどこ行ったんだよ、前回来たやつ。いや、いじめちゃったんだって、前回しまった。完全にこのコーナーも嫌で、もう帰って、もう私も出ないみたいな。いやいやいや、まあ、でもね、こうやって来ていただいた方もいらっしゃるんで、紹介の方お願いしますよ。逆にね、残ったら強いから。強い、うん、ね、確かにね。生え抜きよ、生え抜き。言葉間違ってる。いやいや、はい、じゃあね、こんな感じで、じゃあ早速ですが、はい、1人1分の PR の方をしてもらいましょう、はい、ちゃんと1分でお願いしますよ。だこ今回俺じゃなくて、あのちょっと測る人がいるから。いや、それなら安心だ、うん、よかった。俺に任せるとその 5分とか10分いいから早く進め。じゃあ行きましょう、はい、じゃあまず1人目は どちらさんでしょうか。どちらさん、はい、いやいや、しっかり頑張って、はいはい、どうぞ、はいはい、それじゃ あ, 立てあこちらの方でどうぞ、はい、はい、それではですね、はい、おなえっ、ー、と金森。じゃあこの順番で。じゃあ、早速ですね。一、はい、人目の一、はい、人目の PR をスタートしてもらいましょう。一分間です。はい、どうぞ。
はじめまして、金森ゆいです。去年からルビーという、はい、ワンピース専門のアパレルブランドを立ち上げました。おー、すごーい、はい、すごーい。で、趣味は、趣味は可愛いスイーツを食べることと、可愛い写真を撮ることなので、よかったら、あ、そうですね、それはインスタグラムを見てから、ちょっと見てください。はい、はい、たくさん写真載ってるので、はい、で、特技は韓国語で、おはい、そうなんですよ。なんか韓国でなんか PR お願いします。ちょっと韓国語でめっちゃエッチなことなんか言って。はい、あ、韓国語で。わかんない。わかんないからみんな。わかんないですかね。わかる人いるよ絶対に。聞きたい。じゃあ、一言どうぞ。シュリさん、シュリさん。行きましょう。あ、じゃあもう自己紹介します。はい。안녕하세요。저희이름은유이라고합니다。잘부탁합니다。かわいい。すごいエッチ。すごいエッチだった。何て言ったんですか、ちなみに。翻訳、翻訳。これがあれだって。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。すごいね。いや、韓国語マスター、すごいよ。しかも、あれでマネーの虎だから、経営者だからね。経営者だからね。では、続いての方のご紹介お願いします。はい、はじめまして、エリー伊藤です。はい、紹介じゃないのね。自己紹介になっちゃった。自己紹介。はい、いいですよ。エリー伊藤さん。はい、お願いします。ではここから1分間いきましょうか。せーの、どうぞ。はじめまして、エリートです。エリートっていうのは私の祖父が丸竹の卵焼きさんの社長さんで、兄糸なのでそこから取りました。有名な人なの。そうです。アメリカに2年間留学していたので、今日はちょっと英語で英語で。エロいこと言っちゃう。エロいこと。エロいこと。エロいこと言わない。わかんないから。エロいこと。わかるから英語だったら。英語で自己紹介いいですか。はい、自己紹介お願いします。Hi, I'm Ellie. My nickname is Elito because my grandfather is Anito. I was born in Japan, but I study abroad in US, so I can speak English. I'm good at singing. Thank you.ありがとうございます。流暢いい、流れるように。普通にすごいね。普通なんかテンションおかしい。普通にすごい。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、はい、続きましての、あ、これ見たことある。前回も来た。ジュリアナちゃん、ジュリアナちゃん。今日耳が生えてる、耳が。本当だ。ちょっとね、アップでね、見ていただけるといいんですけど、しっかりと耳が生えてます。あれ、ジュリアナちゃんはあれはサパンクラスに行ったんですか。あ、言ってないな。そうですか。はい、それでは、1分間の自己紹介の方、1分間、PR の方してもらいましょう。はい、それでは、1分間、どうぞ。ジュリアナ・ブラウンです。インスタグラマーやっていて、あ、こっちだ。はい、そっか。インスタグラマーやっていて、何触んないでよ。ほらー、見ていないところで、どうぞ。で、特技はダンスと、あと三角語を喋れるのと、すごい今日ね、そう、すごい今日それ系多いね、それ系喋れる。でももうそれ系多いから私は喋りません。お、それも一つの手です。そう、以上です。はい、ひろなちゃんね、なんかここにたまに出ちゃう方言がって書いてある。ちょっとそれ聞いてみたい。三カ国語を喋れて、なおかつ方言。どこの方言が出ちゃう。大阪出身なんですけど。大阪出身流れ。あ、なんか前回それ見た。でも、もう東京にもう4年間行ってて。4年じゃ浅い。まだまだ行ける。だからもうなんか標準語の方が可愛いから。いやね、方言喋ることが可愛いっていう人もたくさんいますから。いいですよ。じゃあなんか一言言って。はい。なんか大阪弁でこう。大阪弁で。いや。それはまあ喋ってれば勝手にそのうち出るんで。わかりました。はい、ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。はい、ではこちら。それでは次の方どうぞ。あら可愛い。はい。アイドル。わかりました。わかりましたよ。ですね、ここにいろいろ書いてあるでもね。引き足自己紹介だったからね、ちゃんと紹介をお願いしますよ。そうね。はい。書いてもらったんで。っていうか、そのドーム君、これは僕の、僕の一番この楽しみにしてるコーナーだから、だからこそちゃんと触れてもらわないと。だからもうちょっと大丈夫だよ、俺ちゃんといけるから。ちゃんとやって、ちゃんと俺いけるから、ね、うん、仕切らしてちゃんと。じゃあお願いしますよ。はい、じゃあですね、続いての方、お名前とそして自己 PR の方をお願いします。はい、それでは1分間、あれまだ
まだ、うん、まだ危ないここちゃんとアンケート誰かちなみに、うん、書いてないんですけども、はい、これアンケートで、はい、これ好きなタイはってこれやっぱあるんですか書いてるところ振りかけよ、ありましたっけタイ好きなタイ、うん、じゃあまず自己紹介じゃあ行きましょうか。それでは1分間の PR タイムです。それではどうぞ。ジミジミこと花倉ジミです。今、去年上京して、広島から上京して、アイドル とモデルと女優を卵でやっています。すごいぞ。え、全然でも売れてなくて、でも全然売れてないので皆さん応援してもらいたいのとなんか、特技が特に皆さんみたいになくて、何もない。逆に特技だ、うん、なんかポーズぐらいしか。あ、いやポーズ、いやなんかじゃあちょっとセクシーあのカメラさんちょっと引きで、はい、じゃあポーズ何か見せて。セクシーポーズとキュートポーズです。2つ、キュートポーズとセクシーポーズです。キュートポーズ、セクシーポーズ、いとこうか。マイクそれともマイク使う、マイク使う、どちらでもいいですよ。なしで、そうじゃああちらのカメラで、はいはい、セクシーからお願いします。セクシー、そしてキュート、これで多分よりでいいと分からないパターンですね。やってって、あ、やって、はい、はい、帰ってきて、すげえムカつくポーズ、伊藤。見たい。すごいもの。すげえムカつくポーズ、伊藤。じゃあ同じくあちらのカメラでお願いします。ムカつくポーズ。やっちゃいな。いけ。頑張れ。頑張れ。できない。やばい。にらめ。無茶ぶりでしたよ。オーケー。ありがとうございます。ありがとうございました。はい。いや、いい感じでしたね。いい感じでした。自分の恥ずかしい癖、たまに願い事をするそうです。だからね、不思議ちゃんなんですかね。はい、不思議ちゃんね。かわいい、はい。僕は好きです。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。では、続いての方、ね。まあ、お見たことある。お名前まず紹介しましょう。あ、はい、僕が言った方がいいのかな。の方は多分、誰って言った方が。じゃあですね、はい、これはあの前回も出ていただいたサイミルちゃんです。サイミルさん。サイミルちゃん、はい。それではですね。はい。え、もういいの？それでは、もういきますか。じゃあ早速いきますか。はい、じゃあ早速1分間の自己 PR タイム、スタートです。はい。サイミルだって、サイミルです。秋田県出身で、埼玉県育ちです。生ハゲ、イエス。切りたこです。管理ユースとかライターとか、あとモデルやりながら、いろいろやってます。何でもお任せタレントです。よろしくお願いします。何でもお任せ。そう、前回も言ったけど、元公務員です。元公務員、ね、覚えてますか？覚えてます？そう、はい、そうですよ。ちゃんと覚えてるから。何の先生ですか？保健室にいる。よかった。覚えてるから。覚えてるから。よかった。サイミルです。もうまだね、あの特技とか聞いてない。あ、特技？うん、何でもいけます。私バレーボールとか関東大会出場していて。おお、すごいじゃない。ガチやばい。すごい。でしょ？でしょ？でもスリちゃんとかには負けますよ。うん、今ねまだ自己 PR タイムがカメラに向かって言ってほしいな。でも何でもできます。何でもできる、うん、何でも言ってください。じゃあこここそ来ないと。何でもいける、何でもいける。あ、でもじゃあ俺はダメだよそれは番組終わる何やばい。あ、でもこの間あのマラソン行ったんですけど、グアムの、そこで、うん、コスプレで優勝しました。おー、すごい。え、しょ？すごいわ。本当に何でもできるんだね。何でも任せる。ちょっとパーフェクト多すぎて、ちょっと。いつもこうなります。前回もこうなりました。前回のツッコミどころが少なかったんだよね。はい。はい。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。これで続いてが、ラストかな？っていうか、ちょっと待って。パンクラスを見に行った人はどうした？パンクラス。パンクラス、あ、そうか。はい。いました、いた。見に行きました。あ、はい、ありがとうございます。めっちゃ可愛くてびっくりしました。ですよね。本当ですか？嬉しい。可愛いし、声も可愛いのに、めっちゃ強くて、あの、金網使ってめっちゃ攻撃してたんですよ。じゃあまあ、しぶきがすごかった。前回のね、パンクラス大会を見に行った、高橋あさみさんですね。はい。ということでね、まずは1分間の PR タイムの方をお願いします。はい。それでは、よーい、スタート。フリーアナウンサーの高橋あさみです。北海道出身で、北海道で主にアナウンサーをしてきました。
特にスポーツの担当だったので、その経験を生かしてチナティのポジションを変えるように頑張ります。趣味は釣りとゴルフが趣味です、はい、あと特技は何だろう、一輪車と野球ものまでです。野球ものまで、はい、見たい見たい。ちょっとやってもらっていいですか。やってもらおうか。野球ものまで。じゃあ2010、じゃあちらのカメラでお願いします。いきますね、はい、2013年頃負傷の時の中田翔。やばい。いざね。ちょっとパンツで気味見ました。パンツで気味でやりました。よかった、あの見える ここまででよかった。俺は完全見えたけどね。見えたでしょうね。ちょっと何ですけどね、高橋社長、これ仕事あげてください。仕事お願いします。人的な問題。仕事あげてください。本当はちょっとね、すり足とかそこら辺が大事なんで、足取っていこうなきゃいけなかったけど、あの僕の部屋で、もう一個、もう一個なんかやってもらいましょう。もう一個、うん、あ、じゃあちょっと北海道民には定番の人いきますね。おー、じゃあそれお願いします。今年引退しました、はい、お武田勝投手です。お以上です。お仕事、仕事あげて、仕事お願いします。仕事あげて。ちょうどね、テロップの部分で隠れるのがまた良かった。隠れてた、隠れてた。ありがとう、テロップ隠れてた。テロップ出してくれた人、ありがとう。だって、前回大会どうでした。私、初めて格闘技見たんですけど、はいはいはい、勢い、こんなにちゃんと殴る音が聞こえて、吐息も聞こえて、飛び散る汗も見えて、近くで見られるし、びっくりしました。人ってこんなに殴り合えるんだっていう。最初怖かったんですけど、まあ、見たことない人からしたら最初びっくりですよね。最初びっくりして怖かったんですけど、もう気づいたらどっちかにこう肩入れしていけって言っちゃってて、いい楽しみ方だね。すごい楽しかった。素質があるわ、素質が。すごい楽しかった。しゅりさんがすごくかっこよくて、あ、嬉しい、めっちゃ嬉しい。かっこよで、一番感動したこと言っていいですか。言っていいですよ。一番感動したのが、そんなもう血が出るぐらい殴り合してるのに、うん、終わった後にちゃんとこうハグし合ってて、うん、スポーツマンシップっていいと思って、うん、素敵でした。すごいね、いいとこも見てるね、すごいね。終わった後と戦ってる途中のギャップがいいなと思いました。着眼点がいい。素敵、素敵。みんな見に行ってください。そうですね、素敵だから、うん、はいはい、はい、しゃべりすぎました。いやいやいや、よかったよかった、はい、そうですね、はい、生の感想だよね、はい、生の感想。ありがとうございます。はい、ということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ちなみに、見に行ったんだよね、ファンクラス。サイミル行きました。どうでした、サイミル。もうね、初めて見に行って、もう泣きそうだったんですよ、初め。何故？もう怖くて。だって私、人が殴り合ってんの初めて見たんです、目の前で。今まで見たことなくって。で、女の子でしゅりちゃんとかやってて、もう顔殴られたらどうしようと思って、本当に怖かったんですけど、ですごいもう普通に勝ってくれて。あでも、しゅりちゃんめっちゃ応援したよね。かっこよかった。嬉しい。本当に、声が可愛すぎて、最後もキュンってしちゃいました、本当に。ギャップね。ギャップがもう。やられましたもん。萌え萌え。さすが首里選手、違いますね。持ってますね。持ってます。いやでも、いやでも、じゃあ他の試合でなんかすごい良かった試合とかない？でもなんか全体的に怖すぎて泣いてたんだ。男の試合が怖かった。怖い怖い。外国人さん同士とかもう。野獣対野獣ですからね。でも基本男の試合が多いですからね。いや、そうなんです。だから今回慣れないと。うん。男になれないと、ここに。まあまあ、あんまさ、ここに。そういう言い方おかしい。いやいや、それおかしい。俺が教えるよ、俺が。ダメ。大丈夫大丈夫、ちょっと違うけど。いやこれからね、裸のさ、うん、男たちとさ、こういっぱいこう触れ合うわけだから、お仕事でね、お仕事で、そこは慣れないと、ね、激しいのになれなきゃダメだから。あ、そうか。でも最後はやっぱり気合いで見てますよ。いけいけ。あ、そう。やっぱりね、最後は見ちゃいますね。あ、もうじゃあ、うん、次回もぜひこう見に行って。もちろんです。はい。ハマっちゃいました。え？ハマっちゃいましたから。ハマった。はい。ハマったよこれ。これ一回でも見れる。生で見れる。ハマっちゃいました。来たよ。みんな見てください本当に。うん。はい、そんな感じですね。急にテンション下がりましたね。他、アンクラさんざまだ、アンバサダーアンバサダーアンバサダーの皆さんは、私格闘技見たことあるっていう人。お、みんな見てるんだね。みんな見てるんだな。逆に、見たことない、全く見たことないですか、お二人は。えやってた、やってた、
そうなんだ、それマイクマイク、はい、何の格闘技、シュートボクシングを趣味でシュートボクシングジムに通ってます。めっちゃやっとるやん。キックボクシングとまた違う。キックボクシング、なんか、ね、投げ技みたいなのが、寝技みたいなのがあるんですけど、私は主にキックしかやってないです。あ、すごい。シュートボクシングね、すごいね。今スカート履いてるから、できるんですけど、ちょっと首相撲して、首相撲首できない、首はできない。やっましょうか。首相撲首はできない。パンチはできる。いや、めっちゃ首相撲するやん、シュート。でもそこまでやってなくて、ただキックを。じゃあそんなキックをね、ぜひ、でもパンチ履いてるからダメ。いや、それやめましょう。いや、アウト、アウトあるよ。ダメダメダメ、ええやないか。俺が止める。ええやないか。それは人の趣味にあれこれ言うなよ。そういうのがあってもいいだろうが。いや、まあこういうね、やってたってことが分かればいいじゃないですか。すごいね、シュートボクシングやっててね、パンクラスの新全体者ってね、すげえな。なので見るよりやる方が好き。今後、今後もね、今後もね、ぜひ活躍してもらって、はい、じゃこんな感じかな、はい、はい、じゃあそんな感じですね、はい、この、皆さんにはですね、面白かった方には、後でね、こうなんか、なんかメッセージかなんか、まあ、電話かなんかして、インスタグラムをやってるってことですもんね。あ、そう、みんなインスタやってるね。皆さん1万人以上のフォロワーがいるってすごいことですよ。あ、すごいね、みんなね、すごい、うん、アイドルみたいな感じだね。まあまあまあ、まあ、もうすでにね、そうなって、もうそういう方々がやっぱアンバサダーやるっていうのが、これが違うんですよね。で、なんか今日ね、あのいい感じだった方には、後で多分仕事が振られると思うんで、皆さん、続報をお待ちください。はい、はい、ということで、はい、パンクラスアンバサダーのコーナーでした。激闘プレイバーク、プレイバーク。なんだろう、これすごい合ってるね。これ合ってる、合ってる、うんうん、このコーナーはですね、はい、大沢健二さんの、こうコーナーで、はい、この前回大会の試合をこう振り返りながら解説してもらうってコーナーなんですけども、はい、大沢さんがですね、もう二度とこの番組に出たくないということで大沢さんいじりますね。
大沢さんが今日来なかったので、はい、今日はですね、前回大会に出場してもらった、はい、シュリさん、はい、シュリさんに来ていただきまして、はい、皆さんが自分の試合を自分で解説してもらうという、はい、なかなかないっすね、こういうの。そうなんです。そしてこのポジションも狙っちゃってます。お、狙ってますか。はい、大沢さん、大沢ポジションを、はい、大沢さんをこうして、私が、大沢さん帰ってきて、いやいや、次回からシュリさん、全部シュリさんになる可能性があるってことですね。そうですね。大沢さん危ないよ。大沢さんのポジションは、はい、まあ、どうなるのかも含めて、はいはい、なんか前回大会は 誰とやったんですか。シャルマ選手、もともと違う選手だったんですけど、はい、急遽対戦相手が変わってしまって、はい、シャルマ選手になりました。シャルマデバイア選手ですね。はい、じゃあこう映像もこう今から流れるわけなんですけども、はい、なんかこう、ここで私すごいここめっちゃテクニック使ったとか、はい、そういうところあったら、一旦もうストップしてもらって。そうですね、ストップできるんですか。ストップって言えば、はい、ちょっとここ待ってっていう風な感じで言っていただければストップしてもらえるんで、はい、あ、すごいですね。あとなんかその、あ、私この角度めっちゃ可愛いみたいな角度あったら、はいはい、それ一旦ストップしてもらって、あ、なるほど、ほら見て、私可愛いでしょみたいな。この映像今出てますけどね。なるほど、この表情がいいとかそういうところでもストップが効くと。ストップして、はい、いけます漏れてるでしょみたいな、はい、ちょっと解説してもらって。じゃあどんどんストップします。はい、で、バシバシ解説していってください、はい、お願いします。はい、了解です。じゃあね、早速行きましょうか。はい、じゃあ早速 VTR の方お願いします。どうぞどうぞ。さあ、ここ花道の火のところですね。花道出てきたところですね。はい、この時やっぱりどういう風な気持ちで行ってる感じなんですか。やっぱり緊張もマックスになってるので、はい、花道で歩いてる時も、うん、すごい緊張してます。お、はい、今酒井さんと、ね、握手して、はい、行ってくるよみたいな感じになってましたけど。そうですね、もう試合前はめっちゃ緊張するタイプ、はい、やっぱり本当に緊張します。なんか心臓張り裂けそうになるぐらい緊張して、でももう自分が勝つって、脱いだぞ。そこですか。脱いだ。そこ脱いだ。そっちよりも今、僕は後ろの旗の方がすごく気になったんですよ。しかも布の部分が少ない。そりゃそうでしょう。そういうもんか。そういうもんです。そういうもんなんですね。こういうもんなんだね。ちょっと後ろの旗はあれ、シュリって書いてるんですか。そうなんですよ。応援してくれてる方が作ってくれて、本当に入場の時に花を添えてくれて。シュリ、塗られてるぞこれ。塗られてるぞ。ワセリンを塗っていただいてます。はい、白い何かを塗られてるぜ。白くはないと思う。シュリ、あれなんだ、はい、あれはまあ、ワセリン。あれを塗るとどうなるの。どんな気持ちになるの。どんな気持ちになる。そういう薬じゃない。そういう薬じゃない。そういうあれじゃない。そうですね。危ないやつじゃない。あれなんで塗るの。あれは。シュリの、あ、今思ったんですけど、シュリって赤のね、あれで書いてますけど、はい、スルーされたけどね。スルーしましたけどね。スルーされたけど、はい、でこちらがの対戦のデバイア選手。デバイア、はい、デバイア選手、はい、中国拳法とレスリング、そしてムエタイの銀メダリスト。あ、すごい、はい、すごいですね。めっちゃ強いよ。それ強いな、はい、でシュリ選手、はい、まあ、会場にやっぱアピールするしたいとか、そんな感じ、あるんですか。ありますね、やっぱり勝つぞみたいな、勝つぞっていう気持ちで。ここで身長がでも、シュリちゃんの方が全然でかいよこれ。そう、結構でかいね。はい、やっぱり身長差とかあるもんなんですか。そうですね、それはあるよ。身長差はめっちゃあるから。でも有利不利が、まあそうですね。でここから、はい、試合が始まると。はい、あ、ゴング鳴りましたね。はい、ゴング鳴って、もうここ見て、見せたいっていうところ、あ、そうです、どんどん止めてください。ストップできるんですもんね。はい、全然できます。ストップできますね。はい、これまず牽制し合ってる感じなんですか。そうですね、相手をすごい見てます、うん、どういう風に来るか。このサイドキックはちょっと、あ、サイドキック来るんだみたいな、ちょっとびっくりしました。中国憲法のあれなんかな。あ、そうかもしれないですね。あんまやんないもんね。はい、結構最初のうちはね、こうやってちょっと距離を見合って、はい、そうですね、インド入りましたね。で、シュリ選手がじりじりと、そうですね、圧力を、ここ結構蹴ってくるね、相手選手は。そうですね、結構
蹴りで、おお、すかさず、はい、見入っちゃいますね、なんか見入っちゃいますよね。あー、ここを取って、ここ、ここ、おお、リプレイ、ここ、リプレイいきましょう。工作したけど、はい、ちょっと前から、ちょっと前、もう一回自分が個人的に見たい、個人的に見たい、個人的に見たい、お願いします。ここら辺ですね。そうですね。さあ、ここからパンチで組み合って、膝、ここ、ここで膝ね、膝入った、処理入ったぞ、今入りました、今入りました、膝って、初めて入ったぞ今。そうですね。これの時感触どうでした？膝入った時の感触は。あ、ちょっと入ったなっていうの。ああ、そっか、パンチ入ったぞ。ちょっと前に戻しますね。また入ったぞ。そうですね、シュリー、ええ、はい、ここで、あ、入った、入った、ここで、ここちょっとクリニックしてますね。おー、はい、あ、また膝、また入ってる、また入ってるぞ、膝、膝結構入ってましたね。シュリー、膝、3連続ぐらい、めちゃめちゃ入ってるぞ、膝入ってますね。めちゃめちゃ入ってる、入ってますね。なんだろう、あの格闘技の選手がこんな膝っていうのを初めて聞いたかもしれない。入ってますね。で、ここからフロントチョークみたいな。そうですね、ここでテンフィンガーでこうチョークを入れようと思って金網に押し付けたんですけど、ちょっと入らなかったっていう。入らなかった、はい、そうですね、足を押さえてますね、デバイ選手、はい、やっぱり膝痛かったんでしょうね。そうですね、警戒してると思います。はい、ちょうどちょっと見えなくなっちゃいますけど、そうですね、ここから、はい、下剣、お、デバイ選手、苦しそうだけどな、そうな、そうですね、苦しそうだけどな、はい、パンチが炸裂してますけど、そうですね、ちょっとここちょうど見づらい部分にあるんですが、はい、そうですね、なんか言おうと思ってるなんか見ちゃいますね。まあそうですね、見ちゃいます、はい、ちなみにあの今までこうやって自分のやった戦いとか、はいはい、っていう風なものをこういう風に見ることあるんですか？やっぱりどこがダメだったとか、うん、あの反省とかのために次の試合に生かすために必ず見ます、うん、それはもう勝った試合でも負けた試合でも見るって感じですか？はい、必ず見ます。勝った試合の方は見ちゃうよね、たくさん。ああ、ちょっとなんか見ちゃいます、ね、俺強いみたいな、私すごいみたいな、あるんだって、そういうのあるんですね。ある、結構、ここからちょっと変わりましたね。かぶったよ。ちょっとここもう一回行きましょうか。ここもう一回、ここもう一回リプレイ入ります。はい、もうちょっと前ですかね。あ、でも、あ、大丈夫ですか。あ、すみません、はい、で、ここからこれ見ると、デバイ選手押してこういう風になったって感じに見えましたけど、あ、自分で引っ張ったんですね。引きました、はい、はい、それも作戦のうちっていう感じですか？そうですね、うん、足を1本ですかね、うん、もう完全に上から、はい、はい、バックの状態、ね、バックの状態、ね、言い方おかしい。いや、もうこれもう止まってもいいな、これ、ほら。そうです、ね。梅木めっちゃ見てる、これ。梅木めっちゃ見てる、これ。これ止まるやつだ、これ。ほら、あ、ほら、ほら、ほら、止まった。ここで止めた。すごい。で、ここでも勝ちと。完全にでももう、圧勝っちゃ圧勝だよね。寝ても立っても、両方なんか圧倒した感じ。ありがとうございます。いや、私もね、あの会場で見てましたけど、はい、いや、一言ですよ、強い。わー、ありがとうございます。そういう風に僕見てましたよ。感傷だわ、感傷、まさに感傷っていうのはこの戦いのためにあるような言葉かなと。あー、嬉しいです、ありがとうございます。でも本当、これ勝ってほっとしました。はい、ほら、もうありがとうございます。完璧やもん、止めると。それは止めるよ、止めますよね、それは梅木止めるよ。なんか前の試合で髪型がカニみたいになっちゃったんですよ、試合終わった後に。だからちょっと今回はカニみたいにならないように髪型もちょっと気をつけました。あ、なんか上で縛ってるように見えましたけど、はい、編み込んで、ね、固め
ったとか編み込んだとかそんな感じ、まあ、そうなんですよ、編み込んで前の試合は本当にピョン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 ってカニみたいになっちゃってもうだから女の子だからこの試合後もやっぱほら綺麗に見せたいとか見せるのがやっぱあの女子のプロみたいなところがあるのかな、やっぱ見せたいですね、見せたい、はい、可愛くて強くて言うとこなしですよ。いやこれねすごいね、うん、こんなレベル高いね。あマイク、あここで、はい、この時はどういった気持ちで叫んだ感じなんですか。いやもう勝てたのと、はい、その、ま、TKO できたのと、うん、終わってホッとしたのと、うん、いろんな気持ちが、はい、ドワッて出てる、ドワッと、本当に関わってる皆さん本当に本当にありがとうございます。もうね、今なんかよりも変だからね。まあ、そうね。すげえすげえ熱くマイクパフォーマンスしてるわ。そうね。なんか言うのもあるね。柴田さんはこの戦い初めて。これ今初めて。あ、今初めて。いやだからすごいよね。うん、強いよ。強いよってなんで俺が上からなんだ。絶対俺より強いだろ。そう。これで。あの酒井さんを呼ばせてもらったんですよ、はい、なんかあの勝ったらちょっとリング上でこれあの自分の技なんですけどグラシアスっていう技なんですけど、グラシアス、はい、これを酒井代表にやらせていただいたんですけどまあこれも一つのこれはこれいつ使う技なの。これは自分プロレスもやってて、結構プロレスでやってる技だったんですけど、これはもう酒井さんがちょっとやってほしいっていう目をしてたのでそれでおねだりがあったのね。おねだりがあったんですよ。おねだりがあって何それ。これここまでが、はい、シリ選手の、はい、一つの戦いだったんですよね、はい、きっと。そうですね。あ、まあそのまあ、マイクもあり、うん、パフォーマンスもあり、うん、グラシアスもありね、はい、あ、そうですね。これが、ね、シュリさんのあれなんですね、はい、はい、でそんな、うん、はい、そんな、はい、今日のね戦いを今解説してもらったシュリさんなんですけども、うん、はい、なんでもなんか試合に勝ったシュリさんに、はい、ご褒美があるんですよね、ご褒美が、酒井代表入ってきてもらいましょう。はい。なんだ。こんにちは、代表の酒井です。すごいね。こっち。あのね、こちら。あのね、やっぱ大沢くんだね。あの解説はね、格闘プレイバックはね。あ、ここですか。はい。あ、いいですか。はい。で、ちょっと遠いけど。はい。あの勝利者賞です。おー、嬉しい。あのこの間の試合で勝ったので。ありがとうございます。じゃん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 、あれ映ってない、映ってない、全然映ってないから、映ってないよ、逆に面白い、全然映ってないから、ここでね、はい、ありがとうございます、おめでとう、ありがとうございました。いや本当に良かったね、また次ね頑張ろうね、はい、次は来年だね、来年早々ね、ちょっとね出撃したいね、はい、それでなんか明日なんかあんだよね。そうなんです明日ですね、自分が出てる、うん、はい、こちら魔界という、はい、ファイティング、ミュージカルっていうんですかね、舞台があって、それをが新木場ファーストリングで7時からやるんですよ。自分は霧隠れ才三という、うん、あの歴史上の人物の役をやらせさせていただいてるんですけど、本当にこの世界観が、うん、なんていうんですか、面白い、マルチだよね、マルチで、うん、僕も何回か見てさ、うん、出した俺行くから見に、あ、ありがとうございます、うん、ね、はい、うん、でなんかね、変なカレーのキッチンカーが出るらしいんで、そのカレー食べておいいですね、カレー食べてくれって言うから、あ、うん、はい、それカレー食べながら見に行くんで、よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、はい、こちらでーす、魔界、はい、よろしくお願いします。じゃあ皆さん時間があるので見に行ってあげてください。はい、はい、じゃあそんな感じで、はい、激闘プレイバックでした。プレイバックでした、イエーイ。いいのかこれで。わからない
道だぞー、パンクラス激アツ会場ロード、チラツー、チラツー、好きなチラツさんね、はい、はい、どうも、前回、11月13日のパンクラスに、はい、うん、南千奈さんが、行って、はい、でなんかいろいろ、ね、リポートをしてくれたんですよね。そうなんです、初めて挑戦しました、うん、初めてなんですか。初めてだったんですよ。どうしなんか結構あちょっとみたいな方が多いかと思ったら、うん、みんな結構ね気さくに答えてくれて。いやそれはね、みなみさんだからじゃない。本当ですかね。多分この男2人で言っても多分無理だもん。でしょうね。これ殴られる自信がある。どうですか次の試合どうですかって言ったらうせえっつって殴られる自信。やっぱり可愛いが得。得、ね、可愛い得。でもちょっと2人で行ってほしいですね今度ね。マジで。いや、じゃあ ね、一回みなみさんのリポートがどうだったのか。そうですね、見たいです。はい、ちょっとねお手本としてね、ぜひぜひ、見せてもらいましょうか。はい、じゃあそれではVTR があるんですよね。ありますよ。それでは VTR の方お願いします。どうぞどうぞ。はい、先ほどですね、見事に勝利を収めましたリー選手があちらにいらっしゃいます。すごいですね、注目を集めてるんですけれども、年末大晦日に開催されるライジンへの、出場が決まったということでですね、ファンクラスを押して私たちもぜひ応援したいと思います。こんにちは。先ほどですね、リー選手見事勝利を収めましたけれども、リー選手のファンということで、はい、結構だいぶ前から見てて、で海外でも活躍してるし、すごいですね。ねえ、もう誰もお客さんをこう魅了する力といいますか、カリスマ性もありますよね。ありますね。で技もうまいし、切れるし、でスタミナも抜群だし、もう最強ですね。そうですね、どういうところが好きですか。やっぱりセクシーなところが、毎日ブログ見てます。で先ほどこちらにいらっしゃってね、もうね試合後なんですけど、もう全然元気な姿でね。そうですね。で29か31日の、ライジンへの出演も決定しましたけれども、なんですかね、リン選手への応援のメッセージをいただけますか。いや、年末ですね、盛り上げてもらって、最強なリンちゃんをねアピールしてもらいたいですね。はい、ファンクラスの代表で絶対勝ってほしいと思います。頑張ってください、ね、この思いが伝わるといいですね。応援しましょう。ありがとうございました。お願いします。はい、処理選手を見つけたので突撃インタビューということで、イエーイ。先ほどはあっという間の試合でしたけれども、どうですか。はい、急遽対戦相手が変わってしまったんですが、本当に対戦相手の選手受けていただいて本当にありがとうございますっていう気持ちと、やっぱ3戦目でその KO 勝利できて本当に嬉しい気持ちです。はい、会場もですね、修理選手応援する声がすごかったんですけど、ああいう声って試合中って届いてるんですか。すっごい届いてるので、本当に会場に来てみんなにどんどんパンクラスに来て応援していただきたいです。ありがとうございます。今後もですね、パンクラス出演することが多いと思うんですけれども、これからの意気込みだったりなんかあればお願いします。意気込みと言ったら、はい、技をかけていいですか。じゃあ酒井代表がさっきやっていて人ごとのように見てたんですけど。じゃあ足を開いていただいて、失礼します。失礼します。大丈夫ですか。大丈夫です。私が最高だ。イエーイ。ありがとうございます。すごいすごい、光栄です本当に。ありがとうございます。これからも応援してます。頑張ってください。頑張ります。よろしくお願いします。イエーイ。ありがとうございました。はい、シュリさんの試合終わりました。見事ですね、勝利を
収めましたけれども、シュリさんのファンとして感想を聞かせてください。まあ、シュリさんプロレスもやっててキックボクシングもやってて、まあ、総合もやっててっていう万能なファイターなんで、まあ、頑張ってこれからもパンクラスで総合で UFC に行ってほしいと思ってます。ではこれからもシュリさんを精一杯応援するということですよね。頑張れシュリありがとうございます。頑張ってくださいシュリさん。はい、ありがとうございます。最後のガム噛んでた。ガム噛んでる。ガム噛んでるし。なんかその中井美優ちゃんのファンもさ、あれはいいの、あれ。いいんですよ、もう熱烈なファンで、もうぜひ答えてくださいって言ったら、ノリノリで答えてくれましたよ。ノリノリだった。そうなんですよね。ああいう大きなお友達の方々は、あれどうなの、お友達ね。モノロウリインタビューとか普通しないよね。いいのいいのあれ。いいんですよ。個人的に面白かったけども。うん、ね。でもなんかやっぱすげえちゃんとできてたり、できてました。ちょっと噛んだり、ね、シュリ選手がいてインタビューしちゃえと思って行ったんですけど、うん、まさか技をね。かけられるとは思ってなくて、しかも私座骨神経痛だったんですよ。そうでも今治ってるんです。だからそのおかげで、そのおかげで普段しない体勢したから多分治ったのかもしれないですね。すごいな、すごいね。それはよくよく考えたらグラシアスかけられてるのはここ2人だけですよ。かけられてない。振りですか今の。振りじゃないです。めっちゃ振ってないですよ私。かけてほしい、ちょっとかけてほしい。やる気満々。やる気満々。まあできればリングでね。でも俺もプロレスやってるから。できればリングでねかけてほしい。そうですね。はい。いやでもね、すごかった。ナイスリポートでした。ちょっとねこの座を狙われてるのでアンバサダーの方に。ああそっか。頑張らないと。そうだ。頑張ります。アンバサダーのみんなはねこれをねこれよりもそのよく。その切り込める感じでさ、をやっていかなきゃいけないから。はい。じゃあ俺らもね。そうですよ。俺らも行ったら切り込まなきゃいけないよ。もう切り込みましょう。じゃあ外人選手はどうする？ちょっと英会話の本持って。そうそう。まず英語できないから。そこから。ね。しかもこれ試合後なんでしょ？試合後です。下手したらだって、そう負けたさ、負けた黒人選手とかにさ、俺行かなきゃいけない。そうですよね。どうでしたと言って、何が敗因ですかとさ。いらないよね。うるせえって言われそうな感じがします。やばいよ。本当俺そのなんか控え室とかさ、いることあるけど、負けた選手のとかもすごい落ち込んでてさ、超ピリピリしてるからね。ある意味試合前よりもピリピリしてる可能性は高いですよ。そうそうそう。いやすごいね。でも会場出たらすぐに。お客さんも触れ合えるところに選手がいるので、おうおう、すごい身近に感じられてよかったです。そう、もう見に行ったらぜひね、選手待ちと言いますか、うん、お疲れ様でしたっていう声をかけてほしいですね。そういう感じ。よかったです。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。みなみちなつのパンクラス激アツ会場リポートでした。よかった。あれ、そのまま始まってる。そのまま、嘘。あ、じゃあ次の、はい、次のコーナーがですね。本当に飛んでたの。びっくりした、びっくりした。びっくりした。聞いてないよ。聞いてないよ、どういうこと。続いてのコーナーが、はい、お願いします。矢部美穂の究極体に KO。 はい、ありがとう。このコーナーはですね、はい、矢部美穂さんが、ジョイさんに扮しまして、男の選手にあれやこれやするという非常にエッチなコーナーとなっております。違います。エッチではなさそう。エッチらしいんだって。そうなの。エッチらしいんだって。ちょっとそれ見ないとわからないかもしれない。VTR があるらしいから早速見てみましょうか。見ましょう。では VTR の方お願いします。お願いします。矢部美穂の究極の体に KO。 松島小読み選手24歳。その鋭い眼光はまるで獲物を狙うあらわしのよう。鍛え上げられた大胸筋、実に魅力的。
でも私が特に興味を抱いたのは、野生動物のようにボコボコに鍛え上げられた脇腹、まるで洗濯板を触ってるかのように硬いわ。じゃあここからは私の質問タイムよ。ねえ、最近買ったものってあるかしら？スニーカー買っちゃいました。スニーカー買っちゃったの。かわいいわね。集めてるの？そうですね、いっぱいあります。50足ぐらい。50足も？お姉さんびっくりしちゃう。今度1足プレゼントしちゃうわ。ありがとうございます。かわいいわね、照れた顔。好きよ。あともう一つだけ質問いいかしら。ねえあなた、自分を動物に例えるとすると何だと思う？カピバラです。カピバラ、かわいいわね。お姉さん、あなたみたいなカピバラ家で放し飼いにしたくなっちゃうわ。ねえ今度私が着たもの全部あなたのこの脇腹で洗ってもらってもいいかしら？はい。あー、かわいい、カピバラちゃん。はい、ありがとうございました。はっきりしたね。ファンクラス TV はこういう番組です。こういうの？これでいいのね。なんなんだよ今のは。どういうことだ。いやー、ナイスバランス。いやいや、もうだってもう今にもうプレイが始まりそうだから。もうなんかちょっとプレイ入ってたからね。なんなのあれ。何？よかった。めっちゃ喜んでた。あれ俺めっちゃやってほしいわ。今回紹介したのは、はい、12月18日パンクラス283で、はい、マルロンサウンドル選手と、対戦カードが組まれている、うん、島小読選手、はい、小読くんね、はい、ニヤニヤしてたのが小読くんで、グラップリングの世界選手権2位のタイトルを持つイケメンファイターと。おー、まあ、イケメンですからね。でもタジタジだったね。タジタジ乳首ちょっと触ってたもんね。触ってはない。触ってたよ。テレビ見せてたのだけかもしれない。そうかな。だから多分ギリギリのラインでね。ラインでね、攻めてますね。あれどういう気持ちなんだろうね、あれね。あの場所にいんのね。いやあれすごい、俺出たい。あれあれどうやったら出れんの。あれはもう選手になるじゃん。選手になるじゃないの。そうですね。俺もめっちゃこうあのやられたいんだけど。解説されたいわ。選手として頑張りましょう。選手として。はい。はい。はい、やる締めたくないな、ちょっと。俺なんかこれもうちょっとやりたいな。ちょっと次は俺も出して。頑張ってパンクラス上がるから、ぜひこのコーナー出してください。はい、そんな感じで、はい、矢部美穂の究極の体に KO のコーナーでした。そんな感じで本日もお送りしました、はい、ファンクラス TV、うん、終了のお時間がね、早っ、続いてまいりました。早いですね。あっという間やったな。ですね。でしたな。あっという間やった、はい、楽しかった、楽しかった。ね、なんでもあの次回の告知があるんですよね、はい、そうなんです。じゃあ告知を南さんお願いします。はい、12月18日リファ有明にてファンクラス283が開催されます。ブラジルを代表する若手注目株の
ホジェリオ・ボリトン選手。ボリトン、はい、そしてランキング6位の春日井健二選手と真っ向勝負します。おお、すごい。はい、そしてですね、第5代ライト級キングオブパンクラシストの伊沢選手が、伊沢、はい、ドリーム第2代フェザー級王者の高谷博之選手と、めっちゃ有名、拳と拳のどつき合いをするんですよ。はい、そしてそしてなんといってもタイトルマッチの初代ストロー級パンクラシスト砂部光久選手、砂部、はい、が初防衛戦でランキング1位の北方大地選手を迎えるということで、盛りだくさんの内容となっています。素晴らしい、楽しみです。楽しみ、今からビッグマッチ多いね。ビッグマッチは、はい、見どころ満載ですね。そうなんですよ、楽しみですよね。もうチケットを、ね、買ってぜひ会場に足を運んでください。どうですか、しおりさん。いや、もう本当楽しみで、伊沢選手と高谷選手の試合とかもう本当にどうなるのか、どっちが勝つのか。あ、豪華ですよね、すごい、すごい豪華ですね。もう本当に楽しみです。はい、あ、そうだ、で、僕の方からも、そうだ、忘れてた、忘れてた僕の方からも告知があります。はい、12月18日、9時から MX テレビにて、パンクラスライブが、生放送します。そしてですね、アベマ TV では大会の模様を余すことなく、15時から生配信スタート。ぜひご覧ください。はい、はい、そんな感じですね。はい、お待たせしました。はい、ビッグゲストが、ビッグゲストが来てるよ。呼び込んで良いでしょうか。はい、行きましょう。それではスペシャルゲスト、どうぞお登場してください。どうもゲストでーす。どうもこんばんは。ダメだぞ。ダメ。ダメ絶対。自己紹介の方お願いします。はい、どうも、今回からね、番組のエンディングテーマ、モンスターを歌わさせていただいてます。はい、ダンスボーカルグリッドゼロの森本龍太郎と申します。どうもよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。エンディングテーマを歌ってくれているんですよね。はい、ゼロっていうあれで、はい、違いますからね。分かってますよね。分かってますよね。分かってますからね。これ生放送ですからね。安心しろって。安心しろって。怖いわ。怖いわ。どんな歌なんですか。結構格闘技に、もう本当に格闘技を見ながらでも聴けるような、とってもかっこいい曲になってます。はい、モンスター。はい。ですね。ぜひね、ゼロの曲を聴きながら、パンクラスを見ていただければと、はい、思います。どうでしたこの番組。いやー、すごかったですよ。すごいなんですか。いつ出んだろうって待ってました。30分ぐらいずっともう、まだかな、まだかなと思って。思った以上に下ネタも多くてね。いやー、ね、頑張って止めたんですよ。思ってた以上にね。そういう番組ですか。改めてすごい方なんだなと思いました。そういう番組ですよ。でも本当楽しかったです。あ、はい、また来週見たいですね。あ、はい、来週があればね、ぜひ見てください。そうですね。で、あ、はい、そうだ、はい、ですね、忘れること多いですね。なんかあれですよね、LINE ブログオブザイヤー、あれで2016特別賞を獲得した。すごい、ありがとうございます。すごい、 LINE ブログオブザイヤー、いや、嬉しいですね。すごいっすね。はい、すごい嬉しいです。2016年で一番すごいってことですよ。いや、もうオブザイヤーですからね。ですからね。嬉しい、嬉しいです。はい、ありがとうございます。すごい、素晴らしい。すごいよ。本当にすごいと思ってる。いや、思ってるって。もう登場してあれでもう終わったと思ったでしょ。あの、なんかね、トロフィーが届いてるんですよ。トロフィーが。トロフィー、社長かな。はい、社長。佐賀代表、佐賀代表トロフィーを。いや、ありがとうございます。トロフィー、かわいい。ブラウン君です ね。こんな感じで。危ない。あ、なるほどね。代表。あ、なるほど。やばいよ。あ、なるほど。遊ぶ。すごい、今日はやばいね。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。すごい。いや、すごいですね。ラインのキャラだ。はい、もうすごい嬉しいです。はい、お家に飾ります。ありがとうございます、本当に。
あ、そういえばなんか、はい、なんか前回大会で、はい、なんかセコンドについたんですよね。そうなんです、あの滝沢選手の、あの、うん、入場と一緒にやらせていただきまして、はい、ちょっと、ま、負けちゃったんですけどね、ちょっと悔しかったですね。あの試合すごかったんですけどね。本当ですよね。改めて最後判定負けになった時にちょっと本当に正直泣きそうになりました。もう自分のせいなのかなと思ったりもして、やっぱそれほど同じ気持ちで試合を見させていただいたので、改めて本当にいい試合だったなと思いました、はい、本当にそうなんじゃないですか。え、どういうことですか。どういうこと、すごい発言出ましたけど、どういうことですか。どういうことですかね。まあ、そのまんま、結果、あの竹澤選手が負けたのは自分のせいってことですね。セコンドについちゃったから、もしかしたら。ああ、なるほど。セコンド大事だからね。そうですね、かなり大事ですからね。指示すごい大事だから、はい、うん、まあ、あの時抱き合ってましたよね、あの鏡の中に入る前も、ね、もう本当に、あの時に本当にすいませんって言っちゃって、自分の本当に申し訳ないです。お前のせいやないか、完全に。自分のせいかもしれないです。お前のせいやないか。いや、俺のせいかもしれないですね。気合が足りてなかったの。いや、気合は足りてました。気合は足りてた。はい、足りてましたよ。あの、蹴られないですからね。いやいや、気合が足りてないじゃないですか、シュリさん。そう。違う違う、そう、ね。一回、あの僕らの番組にあの来ていただいて、あの蹴られてるんですよ。あの、ケツキックを。シュリさんに。はい、されてるんですけど、あの、打ち合わせの段階で言ったんですよ、うん、もし蹴るならちゃんとお尻に蹴ってくださいねって、うん、そしたらもう勢い余って太もも蹴りやがってこの人やばい人っすよ、聞くところをね、やばいっす、聞くところを、うん、やばいっす、じゃあそういうことで足りなかったってこと、だから足りてたもう俺は蹴られたくないんだよ。そうですね、そろそろ時間の方が迫ってまいりましたので、はい、気合注入のタイキックの方を趣里さんにね、気合注入しましょう。わい。いや、試合明けなんですよね。でも脱いでるしさ。じゃあ、これか。はい、ありがとうございます。はい、もうね、蹴られるんでしょ。はい。お願いします。これはちょっと羨ましいけどね。フリーですよね。は？フリーですよ。は？フリーちゃん。フリーちゃん、ちょっと。引くぐらいのやつ行こう。行きまーす。引くぐらいのやつ行っとこう。戦勝レベルで勝利のうぜ。あのね、3、2、1とかが欲しいです。あ、なるほど。あの、行きまーすって言われても、こっちあの心の準備を欲しいから。じゃあ3、2、1で行きます。はい、はい、お願いします。はい。行こう。3、2、1。もし、ね、つくときはもっと気合を入れて、はい、頑張ってセコンドに押してください。はい、ありがとうございました。すみませんでした。はい、そんな感じでですね、お送りしましたバンクラス TV、 はい、なんでもなんか次回があるらしいでしょ。次回がですね、はい、なんと11月24日、お、またですね19時から3時間でやるということなんで、はい、皆さん面白かったら見てください。はい、はい、ということでお送りしましたバンクラス TV、次回もみんなやるからね、やるからみんな見てくれよな。はい、ということでファンクラス TV でした。またね、ありがとうございました。